デジャウェブチャンネル YouTube をご覧の皆様こんにちは。デジャウ編集部のこしらんでございます。本日は設定なんての特別編ということで、まあ、見えてますよね。こちら三協さんの最新機種 P フィーバー機動戦士ガンダム逆襲のシャア、こちらの実戦に参りました。今回はね、なんか動画としてこの逆襲のシャアを他の有名なライターさん、そして演者さんが、まあ、動画として撮影しているということで、なんか企画趣旨にライバル対決というものがあるんですね。で、アムロとシャアがまあライバル対決っていうところで多分かけてらっしゃると思うんですけども、というわけで私はそのライバル対決という企画趣旨に対してのテーマを2つ決めてきました。まあライバル対決ってことなんで、まあ他の動画に出られてるライター演者さんに負けないこの本気のゲーム性魅力をお伝えする、こちらが一つのテーマですね。で、二つ目のテーマとして、まあやはりこの今回新内機のスペックになっているので、まあ後ほどまた細かく説明しますが、右打ち中のラッシュの継続率がね 82.2% とかなりの高継続率を誇っています。なのでやはりこう一撃性、まあ、瞬発力のあるところをお見せしたいというのがあるので、他の人よりもより多く一撃出玉を獲得すると、でこれ2つのテーマを持って実戦に挑みたいと思います。それでは早速実戦の方スタートです。では行きましょうか。よし、もう役も出てるけどね、ニューガンダムの。ニューガンダムは伊達じゃない。さあ、初っ端にいきなり、まあ、名台詞出ますけども、では最初はスペックの説明とゲームの流れの紹介していきましょうか。本機通常時の大当たり確率は、約 199.8 分の1になりますね。で、右打ちになると大当たり確率が約 7.6 分の1と。で、まずは、通常時、まあ、図柄あたりを目指しますと。ちょっと画面にゲームフローを出しておきましょうか。で、まずはへそでの約 199.8 分の1で図柄あたりを目指すと。で、その大当たり、終了後は必ずチャンスゾーンと呼ばれるところに突入します。で、大当たり中と、チャンスゾーン、あとはね、ラッシュ中ですね。まあ、この状態は右打ちになるんですけども、で、チャンスゾーンは、右打ち状態で、時短がね、1回転と残保留4個、つく状態になります。なんでこの、時短1回転と残保留4個、まあ、計、5回転分で、約 7.6 分の1の大当たりを目指すことになります。で、この 7.6 分の1の大当たりを、掴むことができると、本気で大きく腕玉を伸ばすことができる、逆襲ラッシュ、という状態に、突入しますと。で、チャンスゾーンと違って、逆襲ラッシュに突入した場合は、時短が、7回転になります。時短7回転と、残保留4個と、まあ、計、まあ、11回転分の、まあ、抽選で、今度は 7.6 分の1の渡りを目指します。そして本機のね、特徴の一つとなるんですけども、逆襲ラッシュというものと、もう一つ、プレミアム逆襲ラッシュというものが存在して、そのプレミアム逆襲ラッシュに突入した場合は、なんと時短が99回転、なんでそんなことが気になる、プラス残保留4個となるので、まあ実質的に、まあ、99回転プラス残保留4個で約 7.6 分の1の大当たりを目指すことになるので、まあ実質的にもう次の大当たりが、まあほぼほぼ当たる、状態になります。
あら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 、ちょっと待ってよ、若干チャンスアップと。でもその逆襲ラッシュに入った時短7回とザンホリオ4個、そしてプレミアム逆襲ラッシュに入った時の99回でプラスザンホリオ4個で、ここでのラッシュのループ率、まあラッシュ継続率が約 82.2% になりますね。でここを連チャンさせることで大きく出玉を伸ばしていくというスペックになりますね。で初回の通常時から当たった場合にチャンスゾーンからラッシュへ突入する期待度が約 50.5% と、まあ鈍い値ですねになるので、まずは大当たりを目指す。そしていかに、お、ちょっと待ってよ。でこれが発動しないことにはダメです。ダメですね。なのでまずは大当たり目指して、その 50.5% を突破できるか、まあ、ここが最初の壁ですね。まあ、簡単にちょっと流れ説明しましたけど、こう分かりやすくこうざっくり説明しちゃうと、まあ、今ねまだね現行でホールで絶賛稼働中の、そしてこのパチンコシーンをね一世風靡したシンフォギア、まあ、それと同じようなゲーム性になってます。まあ、あとは、どれだけ大きく出玉を伸ばせるかだけかなとは思ってますけども、過去2日で一撃最大がいくら、1万2000発ぐらいだったかな。今日の目標は、まあ、とりあえずやっぱり、一撃万発超えですね。映画の、逆襲のさ見たことがある方はねもうすぐ分かると思うんですけど、なんとこれね演出が全て書き起こし新規で、で大当たり中に後ろで流れるちょっとしたムービーでその劇場版と同じやつを使ってるみたいなんですけど、なんで映画見たことある人はもう全く新しい映像で逆襲者を楽しめますし、見たことがない人は、まあ、純粋に逆襲の者がどういったものかは楽しめるかなと思います。できれば映画見てから打った方がいいかなと思いますけどね。映画めちゃ面白いんで、僕は劇場では見てないんですけども、さすがに年代的にね、まあ、テレビでやってる時はもう何回見たか分かんないですね、7、8回ぐらい見てる。テレビでよくやりましたし、確か記憶間違ってなかったらなんか大晦日とかにもねやってた気がするんですよね。会社の作戦は完璧です。いけ大佐、私は従うだけです。もうお止めしませんが、大佐はアムロを許さない。恋しさ余って憎さ100倍ですか大佐。あなたは大佐の作戦は完璧です。作戦を確認する。さあリーチ発展と、ただちょっとねロングリーチなので、まあ、ここから発展するかどうかですね。あ、いいねいいね。さあこれで疑似さん、さあいいよ、ロゴも赤目赤いでいいですね。名ゼリフ予告ですね。あ、来た、これ当たるよ。リーチ時に激アツって出た場合は確か信頼度 95% ある。あー、レバブルしてる、今映ってるかな、レバブルでブルブルしてレインボーになってある。当たってるし、もうここよ。ていうかね、めっちょっと待ってね、初当たりがね、いきなり珍しい当たり方しました。何回転かな、ちょっとテロップで出していきましょう。51回転、
ていうかね、ちょっとね、あまりにもちょっと珍しい当たりパターンです。結構当たるとき強い演出が予告で2つ3つ絡んで、こう王道的な当たり方することは多いので、うわびっくりした。さあ、通常時の大当たりは、3ラウンドのみです。ラウンド振り分けは3ラウンドのみと。ああいかん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 。さあで大当たり、スタートは必ず、チャンスの途中でございます。通常時のあたりからいきなり出玉を増やす逆襲ラッシュに突入するといったことはないです。必ず、チャンスに突入します。さあでまずは、時短1回転ですね。で右打ち時の電柱は、ここですね。さあはいかな。さあ入りました。あそうか、もう時短は今、残保量4個貯めてる状態ですね。でちょっと見にくいかな、液晶の下の方に充填完了という文字が出てるんですけども、この文字が溜まったらもう、4個溜まってる状態なので、まあ打ち出し止めていただいても大丈夫です。ただオーバー入賞させることで、色が変わってくっていうね。なんだと、邪魔をするな。あ、そうそうそうか、ごめんなさい、ここからが残保留4個での抽選になりますね。クライマックスアタックと呼ばれます。でここがこの残保留4個を使って計算していたが、アクシズの工具は地球の引力に惹かれて落ち、劇場版の、ラストのシーンですよね。ここなんでこんなものを地球に落とす。アクシズ落下を阻止せよ。はい、というわけでさあここもちょっとね打ち出ししましょうか。で、ストーリー式になってて、まあ、4段階ですね、まあ、このどこかでアクシズの落下を止めることができたら大当たりです。でここの大当たり確率が約 7.6 分の1になってます。さあ今回はパネルの色がね、緑が2つまで昇格しました。このパネルの色が、昇格すればするほど大当たりに期待できるといったものになります。さあこの間はもう打ち出し止めていただいて大丈夫です。人類に絶望もしちゃいない。バカなことはやめろ。アクシズの落下は始まっているんだぞ。仲が石から一つも何度も押し出して。さあ先ほどの文字の色も赤文字だったり金文字だったりありますね。わあ取った、びっくりした。うまくいきすぎじゃない、大丈夫。さあ、残保留1回転目で、大当たりゲットでございます。できればちょっとねストーリー見せて 4つ目ぐらいで当てたかったんですけどね。素晴らしいな、やっぱ俺本番に強いぞ。さあこれで大当たりゲットでございます。さあ見事 7.6 分の1ゲットしたので、ここから、出玉を増やしていくとこですね。そして本機の特徴の一つとなる逆襲ラッシュに関してなんですけども、まあとりあえずラウンド紹介いきましょうか。さあいきます。で右打ち中の大当たりに関してはラウンド振り分けが4ラウンド7ラウンド10ラウンドの3種類になります。で振り分けに関しては10ラウンドが、61.5% なんで、まあ10ラウンドの振り分けが一番大きいですね。ああごめんなさいね、いいところで。さあでここで今レインボーになったので、10ラウンドゲットでございますと。で1回の入賞で、昇級10個もらえますんで、まあ、10ラウンドだったら、まあ、1000発の、払い出し受けることができます。でこれよ、これこの歌よ、やっぱり逆襲のシャアといえば。で10ラウンド引くとこれもね両家引けるんですよ。さあそしてこれこれこれがね、さっきちょっと説明しようとした、特徴の一つ、本機は残保留の4回転で大当たりを引くと
人々を仮装する。はい、この、プレミアム逆襲ラストに突入しますと。さあここからは、99回転の受弾プラスダウンホリル4個ということなので、まあまあまあ大当たりするでしょう。さあもうこれ当たったな。さあ OK、ゲットでございますと。なのでザンホリュー4個で当てることができるかどうかも結構重要になるかなと思います。さあどうだ今回は。あ、来ましたね。この、戦果アップチャレンジというものが出たときは、7ラウンドもしくは10ラウンド濃厚です。でこの先ほどと違って今回は連打、これがね連打するパターンと最初の引っ張るパターンとあとは一撃っていうパターンがあるんですけども、オッケー、今回も10ラウンドですね。さあこれで3連目かな。で今回は、あー来た。さあ終了後に名ゼリフと一緒にこれ、V とロゴが出てるんですけども、これ V ストックでございます。で V ストック出てきた場合はもうこの保留の中に、まあ、大当たりがあると。まあ、保留内でも大当たりが濃厚なので打ち出し止めてもいいんですけども、まあ、ちょっとね、あのね、ダッサいものがあるのでちょっとね打ち出しはしておきます。保留貯めておきます。さあ OK、この回転で、大当たりですね、V ストック発動で、このね逆襲ラッシュ中もね演出をね、自分で選択することができるんですけども、それの説明をする前にもどんどんことが運びすぎてて大変。いやこれよ、このシーンよ、このニューガンダム対サザピー、めっちゃ綺麗だもんな。さあ OK、 劇場版のね映像ですらねすげえ興奮するのに。さあ OK ですと。あ、ちなみにこのね BGM もねいろいろ選択できます。森口博子のね曲とかもありますし、まあ自分の好みのやつを選んでいただければ。ちなみに僕はもうこれしか選ばないです。これが一番好きなんで。あ、また V ストックある。まあやっぱり当たりますよね、 7.6 分の1なんで。よいしょ、 OK。 あ、いきなり、1回転目で大当たりですね。さあ再び、ニューガンダム対、サザビーですね。でこのラッシュ中もね演出でねもう10ラウンド濃厚とかねいろいろパターンがありますんで。さあ OK、 1回転で大当たりです。ありがとう。さあ5連目、ちょっと曲他に何があるか見ましょうか。まあ例えばねこのビヨンド・ザ・タイムのカバーとかもあったりするんですよね。まあ、あのガンダムのシードとかで歌われてる方ですよね。さあ出ました。ね、ここでねモードが選べるんですよ。で今まではやってたのがアムロモードで全部で5種類あります。で個人的に好きなモードが2種類あるんで、ちょっと続いたら次やってみましょうか、そっちを。さあ残り2回転。さあ再びリーチを。よ、逆襲ギミック発動で、あ
地図のノズルには接近させん。なんでこんなものを地球に落とす。悪の冬が来るぞ。地球上に残った人類の玉、地上のノミだということがなぜわからんのか。最強 SP リーチで逆シロがあるから、よし OK、 当たりましたね。このニューガンダムのな、伊達じゃないと、このギミックかっこいいんだよな。再現度かなり高い。ファンデルもやっぱかっこいいしね。オッケー、残り2回転だから5回転目で大当たりかな。大勝利と。さあ違うモードいきましょう。で個人的に好きなのがかばやくまあいいやさあこれで時短7回転最後ですね。開かずと、さあここからがザンホリオ4個になります。さあ、この間に、保留を4個、貯めてください。で、充電完了。これでもう保留4個貯まってるんで、ここで打ち出し止めてもらっても大丈夫です。まあ、ただ今ちょっとオーバー入賞させて、ファンデルの役物が出てるんですけども、まあ、これがねまだもう1個ピョンって出てくるんですけども、まあ、これでも、大当たりの液体度を示唆していると。さあこれでもう、打ち出し止めていただいて、お、さあどう、さあ、あー惜しいな。でここの、どのキャラクターがいるかとかで、大当たり、期待度が変化しますと。で今パイロットとパイロットとあとは、艦長なんですけども、赤で最終的にこの液晶の左下にある敵の戦力が1万ってとこあったんですけども、これがゼロになれば大当たりでございます。で敵の今ねパイロット、普通の一般のパイロットなんですけども、まあ、ここもキャラクターが今クエスがいるな、まあ、どのキャラクターが出てくるかでもこの、敵戦力減らす期待度が異なると。で向かって右側が自分たちの方なんですけども、先ほどパイロット3人とこれ次艦長なんですけども、これオール、一般のパイロットだったら大当たり濃厚とかね、いろんなの大当たり濃厚パターンも存在します。さあ今回はギュネイとやられたね。さあ残りが3000でアムロ来ての、さあこれが最後ですね。でここでニューガンダムが負けてしまったので終わるかな。ここから逆転パターンもあるんですけど、今回は6連の、4830発で終了ですね。まあ 82.2% なんで、まあ平均ぐらいかなと。よし、じゃあちょっとね最初の当たりがね結構珍しい当たり方をしたので、まあやっぱりこうちょっとこう王道的な当たり方もお見せしたいから、さあ張り切っていきましょう。で、右打ちのラッシュ終了後はここの、リベンジモードかな、ここのステージ必ず行きます。ここがね個人的にね、一番好きかもしれない、通常時だけど。まあなんでかっていうと曲がずっと流れっぱで、で名台詞がずっと流れてくるっていうね。ぶっちゃけラッシュが終わって左打ちに戻った時点でもう例えば核片が潜伏してるみたいなことは一切ないので、もう左打ちになった瞬間にもう
やめ時はそこです。もうラッシュ抜けたらもうやめ時になります。まあ、ただ多分逆襲の車好きな人は多分ここ抜けるまで多分打つかなと思いますけどね。これ多分僕は打ちます。お、来た。多分映ってないと思うんですけど、ね、まあ、レバブルしました。レバブル予告。このレバブルが、白と、発光が赤と2種類あるんですけども、レバブルの 白の弱い方でも死など84%あります。てかもう打ち出し止めよう、これ当たるでしょ。保留は白点滅か。さあチャレンジ成功で粛清ラスト。さあこれで3タイプのリーチに発展します。まあどこ行くかで信頼度が変わるんですけども、さあどれだ。さあこれゼータ、あーゼータのですね、百式。まあレバブルしてるから、おーしょっけー、めちゃ綺麗。百式もかっこいいよな。回転数が57回転ですね。おめでとう。さあ大当たりです。で覚えておいてほしい、まあ、演出の一つがこのレバブル予告ですね。あとね、4つほどあります。できれば今日出しときたい。これは、実戦前にちょっと覚えといて、挑んでほしいっていう演出があとね、4つほどありますんで、できれば今日それ全部出したい。時短1回転と、保留4個貯めてるとこなんですけども、あの間にへそで残ってた分の保留も消化しちゃうんですね。まあ、全部は紹介しないんですけども、右打ちの、保留、時短1回転目と保留が溜まるまでの間なんですけど、まあ、その間にもしへその方で当たっちゃった場合でも、逆襲ラッシュ入ってくれます。なんだと。さあこれが、時短1回転目ですね。さあここから残りの残保留4個分。先ほどは1回転目でいきなり当たっちゃったからな。まあ当たったら当たったって嬉しいんですけどね。やっぱこう動画の流れ的にはちょっと見せるもん見せて当てたいっていう気持ちもありますんで。さっきはちょっと緑までしか行かなかったんで、ちょっと、打ち出ししておきます。まあ、言ってしまうとこれ、打ち出ししても別に特に何もないので、もう保留も溜まってますし、ぶっちゃけまあ言ってしまうとこれ、打ち出ししてる分だけ弾は減っていくだけなので、まあ、このパネル変化とかの、ね、演奏見なくていいやって方はもう打ち出しはしなくて大丈夫です。さあ今回は、ファーストストーリーとフォースストーリーのラストストーリーか、そこが、緑パネルに変化と。人が人に罰を与えるなどと
ふざけるな、シャア。さあ、一回転目、ダメ。敵の援軍を確認。連邦軍のモビルスーツが地球の向こうからも。残り300秒。しかし、今頃になってどういうことなんだ、こいつら。やめてくれ。こんなことに付き合う必要はない。ここもね、いいシーンですよね。ここ敵も味方もみんな結局はアクシス止めに来るっていう。無理だよ。摩擦熱とオーバーロードで自爆するだけだぞ。残れています。残り100秒。分かってるよ。世界に人の心の光を見せなければならないんだろ。ガラースイング、私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。ララーが、そのララーを殺したお前に言えたことだ。どうだ。ああ、外れた。私の勝ちだな。このセリフもあれですよね。あれと一緒ですよね。さあ、今回は、チャンスの突破できませんでした。まあ、先ほどがね、突破して、まあ、今回はハサダリ2回目突破できずと、まあ、約 50.5 バーなんで、まあ、理論値通りかなっていう。お、さあ保留が、コンテナ保留に変わりました。まあ、コンテナ自体はそんなにね、信頼度高くないんで、まあ、気にしなくても大丈夫なんですけども、さあ、まあ保留に関しては、まあ、ステージごとの通常の保留、あとは今点滅してる保留で、その隣にあるコンテナの保留、あとは青緑、あとはシャア、アムロ、アクシズ、ララとかいった種類もありますね。お、特報出てきた。さて、まあどこ行くかですよね。多分ネクストだと思うけど、あ、逆襲ゾーン来た。あー、レバブルも来た。これは当たりますね。ちなみにこの逆襲ゾーンっていうのも、お見せしたかった演出の一つですね。で、この逆襲ゾーンっていうのが、逆襲ゾーンと逆襲ゾーン、ハイパーと2種類あるんですけども、この逆襲ゾーンの方に関しては信頼度約 39% で、ハイパーの方になると 83% ほど信頼度あります。作戦は完璧です。敵一連もかぶりつつ、まあ、レバブルで発光は白色だったんですけども、まあ、ちょっと逆襲ゾーンとレバブル重なってるんで、まあ大丈夫、当たると思います。あ、7点してる、映ってる7点。あのね、通常時の7点に関しては信頼度 95% あります。ちなみに右打ち中、ラッシュ中だったりチャンスオン中だったり、右打ち中の7点に関してはもう10ラウンド大当たり濃厚です。シャアの地球壊滅作戦とは、運命は2人の男を導き、その戦いはガンダム伝説の終局を迎える。機動戦士ガンダム逆襲のシャア、君はまだ本当のガンダムを知らない。やっべー。逆襲ゾーンでしょ、レバブルでしょ、でさっきの特報っていうのが特報予告っていうんですけども、それも信頼度高い、そして7点も重なってるんで、で、あ、来ました来ました、アルキョーエスピリチで、これ字幕のテロップが赤文字になってるんですけども、まあこの赤文字になるだけで、40% オーバーと、まあ大丈夫でしょう。オーケー。
あ、これは大当たりする時の王道パターンですね。さあ回転数は55回転です。感じすぎる才能がシャアに利用されているのか。さあ今回は七図柄で当たりと。で最初にお話しした通り、当たった図柄によってどうこうっていうのはないですね。偶数図柄だろうが奇数図柄だろうが、今回みたいに七図柄だろうが、当たったら3ラウンドで必ずチャンスに行くと。ダメか。私の勝ちだな。あーダメだ。初当たり強いけど抜けれなかったか。ダメか。いやー初当たり稼げてるうちにちょっといいとこ見せたいんだけどな。他の大人と同じみたい。お、緑オリュー来たって言っても、緑オリューしないと絶対ないんで。でも保留的に、期待できるのが、まあ、キャラクターの保留。あーレバブル来た。赤だしかも。ごめんなさい、大変失礼なこと言わさせていただいた。全然ないとか言っちゃった。疑似連か。できればちょっと見たことないところに行ってほしかったんだけども。これリーチ中にね、このチャンプッシュボタンを押せるとこでハロがねどん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 進んでいくってこともあるみたいなので、さあここから、発展すると、まあ特殊なリーチ。さあこれが先ほどのリーチエンスから発展するリーチ、発展先のリーチエンスになります。さあ 62%、 まあ信頼度を表してる数字だとは思いますけどね。よいしょー。まあレバブルの赤色ありますからね、信頼度約 95% っていうめちゃめちゃ強い演出なんで。今回は42回転。やっちゃいけなかったんだよ。そんなこともわからないから大人って、地球だって平気で消せるんだ。シェーンがハサウェイにやられてしまうシーンですよね。おめでとう。なんておバカな子なんだと個人的には思いましたけども。さあガバガバ理論値で言えばここはねラッシュ突入です。今のところ当たってるパターンで保留が、あ、この保留めっちゃ強いみたいなのはまだないのでね。あ、いいよいいよ、ほらほら今これこの逆襲ラッシュというこのロゴの色がね、枠のモヤモヤっていうのがこうオーラっていうのかな、これが今赤まで来てるんで、いやこれはこれはいただきマンモス。あ、ここで当たった。
シダ含めてここの保留時短か、時短1回転目で当たったのははずですね。さあさすがガバガバ理論値。さあこれでラスト突入でございます。さあ初回の初当たりと違って今回は時短1回転目で当たってるんで、逆襲ラッシュの方に突入です。さあ行くよ、逆襲ラッシュ伸ばすぜ。とりあえずさっきの連チャン数よりも、伸ばしましょう。さあ今回はモード変えます。で、僕好きなモードが2個あって、そのうちの1つがこれです。君にも見えるモードっていう名前はちょっとね、なんかおふざけ感ありますけども、まあ、このモード何どんなモードかというと、プレミアムエンスが出てきたら大当たりです。さあ敵のモビルスーツもしくはモビルアーマーを今みたいに撃破すると、このボタンの数が出てきます。でこのボタンの数だけチャンスがあるんですけども、ここでプレミアムエンスを見ることができたら大当たり、つまり当たるときはプレミアムエンスが出てきます。おダメか。この先に何が、はい、というわけで、プレミアムに捨ててこなかったので当たりはなすと。だー見えなかったさあただまだザンホリュー4個あります。まだ終わりじゃないっす。例えばチェーンの場合は、ハサウェイがいるとチャンスパターンとかね、ブライトさんだともう一人艦長いるんですけども、その二人が一緒にいるとチャンスパターンとかね。あ、いった、当たった、やったぜ。ブライトさん一撃で仕留めたと強すぎん か。僕個人はこの当たり方したのは初ですね。大体やっぱちょっとずつ減らしてって最後にドーンっていって当たるパターンが基本なので、よーしやったぜ。さあザンホリオ4個の方で大当たりしてくれました、よかったです。じゃあちょっとお得な情報ですよね。この大当たり後の打ち出しのタイミング、今のピッポッポーっていう音が鳴ると同時ぐらいに打つと無駄なくいけます。そしてもう一つのお得なお話なんですけども、ラウンド間の無駄がほとんどない。ラウンド間のこのアタッカーが閉じてる間がめちゃめちゃ短いんで、例えばこう2ラウンドから3ラウンド、3ラウンドから4ラウンドの間に止める、打ち出しを止めるとかしなくて大丈夫です。ほんと漏れこぼれても1個とかのレベルなので、さあ先ほどの当たりはザンホリュー4個のところで当てたので、プレミアム逆襲ラッシュ突入です。なので、次回もまあ大当たり濃厚と、いいよ。よし、あ、来たかな。よし、オッケー、レインボー大当たりでございます。
しよしよし。赤赤赤、あ、増えた増えた、これいけどうだ、いけんじゃないの、まだ早いって、はい、やった来た、プレミアム来ました、レインボー、よし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 、オッケー、見えました、プレミアム演出が、よかった、当てることできました。この演出好きなんですよ。あー来ました、おーしちゃった、 V ストックゲット、でこれ本当は出してから言いたかったんですけど、ちょっと厳しいと思うんでちょっと説明しとくと、この V ストックがアムロじゃなくてサーの V ストックの時あるんですよ。アムロの場合は保留内のベンちゃん大当たりが濃厚なんですけども、サーの V ストック出てきた場合は保留内で10ラウンドの大当たりが2個あります。なかなか見れないと思いますけどね、一回出してみたいな。であと保留内に、まあ、大当たりがあったら、まあ、必ず V ストック出てくるかどうかっていう話なんですけども、確か、保留内に大当たりがある場合の 50% で、V ストック表示出てきます。必ず、V ストックが出てこないイコール、保留で当たらないということではないので、さあ何見せてくれるのかな、僕には見えている、キュインキュインでしたね。ちなみにさっき出てきた演出、あのハローのね、モードがあるんですけども、おめでとう、まあそこのなんか演出で出てましたね今ね。よし OK、 さあ連チャン数は、初当たり時と同じですね。ただラウンド振り分けが、今回のが強いんで出玉は今回の連チャンの方が多いです。さあ、ハローモードいきましょう。これも僕好きな、モードの一つです。まあ、ファーストガンダムからね一番の萌えキャラです、ハローは。なんかねこうハローがこうやって飛び跳ねて上のね、この逆襲のロゴにね、ボコーンってぶつかってこれこれよ、これこれちょっと悪ふざけすぎませんこれね、これで逆襲のロゴがバチコーンって折ってきたら大当たりでございます。本当のさっきのリーチのタイトルのとこね、赤背景とかあったりしますよ。はい、みんダメか。もうこのハロと見えるモードが好きなんですよ。やべえ抜けるかな、まだまだ、よしよしよし、いいぞー、あの頑張れ、あー緑かー緑かー、よし来た、やったぜ正直ダメだと思ってた、やったお前もな、かわいいのこいつ。さあ当たりました、7回転目かな、いやー抜けるとこだった、
さあ、じゃあモード変えましょうか。まだやってない。じゃあ、さあ粛清モード、まあ、このモードは、通常に出てくる粛清ラッシュっていうリーチと、まあ、似た感じですね、まあ、シャアが、活躍するモードです。さあ、私が全て倒す、一気に畳みかける。まあこれシャア好きな人はたまんないですよね。逆襲のシャアのとこのシャアだけじゃなくて、こうやってよいしょ、あ、ダメか。なぜ落とせん。まあクワトロとかね、あとはね仮面かぶってる時のねシャアの演出見れるんで抜けたさあね、ザンホリを4個。あ、いいよいいよいいよ、チェーンとハサウェイいる。チャンスアップパターンでございます。さあどうかな。はい、うわー、待って。さあ連チャンスは9連で、8680発の払い出し。よっしゃー、来たぜさすがニューガンダムよ。逆転パターンも見せれましたね、よかった。当たるかな。よし、オッケー。さあこれで4ラウンドのまま終わったとしても払い出しで、一撃1万発。よし、やったぜ。さあやりました、一つの目標達成でございます。よー、余裕だな。あ、また抜けたさあ今保留が2個しかないんで、しっかり貯めましょう。うわ弱そう弱そうこれはちょっと危ないな、危ないというかちょっとダメそうだな正直。1000か。まあただ500まで減らしたんで全然いける、いける、いける、いけ。大丈夫だなこれ、いける、いける。手法を打て。ん、いや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 、はい。11連。あま1万750発と。まあけどとりあえず一つの目標達成しました、よかったです。はい、というわけで、
個人的にはこのリベンジゾーン抜けるまで打ちたいところなんですけども、まあ、ある程度の大当たりパターンとどうすれば大きく出玉を獲得することができるかはお見せできたと思いますので、ここで実践の方は終了いたします。はい、短い実践でしたがいかがだったでしょうか。本日の実践結果は使った分が500玉で、獲得したのが 12,837 玉ということで、プラスの 12,337 玉という結果になりました。まあ、今回はね、この自分の結果がどうこうよりも、まあ、2つのテーマですね。誰よりもゲーム性魅力を分かりやすく紹介する、これが1つ。そして現状での、まあ、一撃出玉ですね、まあ、これを、最高出玉にするというこの2つの目標をやったんですが、まあ、一撃出玉に関してはしっかり目標達成しましたね。で、まあ、自分の中で、ゲーム性と魅力をお伝えするっていう部分も、まあ、できたかなとは思います。いかがだったでしょうか。で、今回の フィーバー機動戦士ガンダム逆襲のシャアは、まあ、原作見て好きだという方にはもう間違いなく楽しめますし、まあ、原作ね見てない、パチンコファンという方にも、まあ、199、まあ、ミドルスペックで、まあ、当たりやすい、まあ、本来のパチンコが持つ当たる楽しさね、そして新内機だからこそ可能になった、まあ、82.2% という、まあ、高継続での、まあ、瞬発力、まあ、この部分で十二分に楽しめるスペックになっているんじゃないかなと思います。で、実戦中にこれは覚えておいて、まあ、打った方がいいよっていうね、まあ、演出などが、まあ、今回ちょっと実戦中に出せなかったところもあるので、最後にそちらの演出を別撮りで撮ってますのでご覧いただきたいと思います。どうぞ。さあ、今右下のニューガンダムの肩のところからね、エフェクト出てますけども、これユニコーンのなんかねあれをモチーフにしてるマークらしくて、で、ここのマーク、これ色が白と赤とレインボーであるんですけども、今の赤色の場合は、シナド51%。あ、さあ、保留が、シャア保留来ましたね。シャア保留はこれ赤保留に該当するんですけども、信頼度としては約 62% になります。さあ、逆襲ゾーンのハイパーですね。逆襲ゾーンの強い方になります。普通の逆襲ゾーンだと信頼度約 39% なんですけども、ハイパーの場合は約 83% ほどまで跳ね上がります。さあ、来ました。これこれを覚えておいてください。リージュ後に出てくる演出なんですけども、これニューガンダム背景という演出になります。まあ、こちら怪しいので約 81% とニューガンダムがねかっこいい上にね来た時はね信頼度 80% 超えという素敵な演出です。さあ、リーチに関しては最強 SP リーチと呼ばれるニューガンダム VS サザビーのリーチ演出になりますね。最強 SP リーチはトータル的な信頼度が約 67%、 あとはテロップなどが変わるとチャンスアップパターンですね。最強リーチに、最強 SP リーチに関しては、まあ、テロップなり、金色のチャンスアップが絡んだ場合は大当たり濃厚となります。さあ、これがねこのグーパンですよ。グーパン、ニューガンダムの。いいっすよね、ビームサーベルでもファンネルもなく、あのグーパンで戦うところが。そ
地球さえ破壊するんだ。たまらんのよ。なんでこれがわからん。分かってるよ。さあ、リーチ前の時点ですでにニューガンダムヤクモノが合体してるんで、さあ来ました、これです。僕の一番好きな演出、ロンドベル決起予告。すまんが、みんなの命をくれ。自分の中ではこれが一番の名台詞です。ロンドベル決起予告は、出現した時点で信頼度約 66%。予告がかなり強いんで、はい、当たっていく。リーチ自体はね、チャンスワープパターン強いのはないんですけども、予告がかなり強いパターンだったので、大当たりした当たり方ですね。さあ、迷信予告絡んでますね。迷信予告もキャラクターと、あとは、強いセリフと弱いセリフと、各キャラごとに2種類ありますね。今のは弱い方のセリフです。さあ、保留が、シャア保留に変わったと同時にレッドゾーンといったところに突入してますね。このレッドゾーンっていうのは逆襲ゾーンと似たような感じで、信頼度かなり高いです。レッドゾーン自体で信頼度約 78% あります。そして今疑似連してるんですけども、疑似連も普通のあのネクストで出る疑似連と違って、階層疑似連というものもあります。そして発展したリーチに関しては、こちらはストーリーリーチになりますね。でストーリーリーチというものが3種類あります。そのうちの1つ、逆襲のシャアというストーリーリーチになります。ストーリーリーチはいずれも信頼度かなり高く、この逆襲のシャアというストーリーリーチに関しては信頼度約 75%。 これはアクシズの中でアムロとシャアがモビルスーツじゃない状態で戦うというシーンですね。今回は逆襲のシャアというストーリーリーチでしたけども、ストーリーリーチの中の一つにファーストガンダムで有名なラストシューティングといったリーチもあるので、ぜひ、ホールで見てください。さあ、これくらいキャラクター紹介予告っていう演出なんですけども、まあ、チャンスアップパターンとして赤色になってましたね。
さあセリフがどん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 連続で発生しつつ、これは最高フレームの共振、人の意志が集中しすぎてオーバーロードしているのか、なのに恐怖は感じない、むしろ温かくて安心。ちょっとなんか画面が壊れてる感じになってますけども、こちら未知の力予告という演出ですね。信頼度としては約 57% と、リーチは強 SP リーチですね。ニューガンダム VS ヤクト動画、そしてテロップが赤文字でチャンスアップ。そこまでだ、逃がすか。さあ今最後にボタンを押さなかったんですけども、失敗したと思ったところからの逆転パターンでの大当たりとなります。まあ、予告リーチ中もね飛び抜けて強い信頼ではなかったんですけども、チャンスアップパターンが多く絡んで当たるといった、まあ、これも王道パターンの一つですね。はい、というわけで、まあ、代表的なものをねいくつか、ご紹介しましたが、まだまだね魅力的な見ていただきたい演出が盛りだくさんなので、皆様ぜひホールの方で打って各演出ご覧いただければと思います。導入に関してはこの動画がアップされている9月17日から稼働開始となります。皆様ぜひ P フィーバー機動戦士ガンダム逆襲の者ホールの方でお楽しみください。